例えば政治家であるべきなのかというところの、いや政治家としてはクズだと思います。政治家としてはクズだと思います。政治家としてはクズだと思います。はっきり言ってるんですが、僕は人間のクズであり政治家なんかやっちゃいけない人間だ。でもそんな人間が日本の政治に行かなきゃいけないことが危ないんだと。だから早く政治をやめたいって言ってるのにやらざるを得ないんですよ。これまでの政治家のようにね、俺が政治家やりたいんだ、私が日本をやるんだ、俺を信じてくれみたいなやつはダメでしょ。僕はやろうとして政治家をしてるんじゃなくて、やらざるを得なくてやってるんですよ。もうお金持ってる人って本当嫌なんだけど、なんでそんなビジネスが先に行くの？ビジネスが先に行くって後じゃん。そんなのは考え方がちゃんとしてたら人もお金も集まってくるの。僕高須先生ちょっと気の毒になってきた。こんななんか何でもかんでも人がお金儲けのために動いてるみたいな発想が始まってるのか。夢にも思ってなかったです。今初めて質問に答えていただいて目から鱗が落ちたように分かったんですけど、それまでは立派な方だと思ってました。それはどういった点で立派と思うの？すごく YouTube から派生というか、 YouTube から先にやっていて、ずっとこの主張されてたんですもんね。このチャンネルというのは、あのね、そもそも私は NHK の職員、18歳で入りました、うん、お金がないから小学校5年生からアルバイトしてました、うん、大学行くお金もなかったんで NHK に入ってこの国のために公共放送の歯車を回していこうと、うん、そんな中で上司たちが悪いことばっかりして、それをかばっていく多くの先輩職員、うん、後輩も含めて、こんなことでいいのかと。こんな NHK のような崇高な公共放送としての使命を持った会社がこんなに金や女や私利私欲にためだけに仕事をしている人がいっぱいいて、それを止めたり叱りつける人間が誰一人いない。ね、内部告発を僕はするに至っても誰もそこについてはその共感はするけどもついてこないですね。お前の言う通りだと。お前はパチンコで食っていくからかもしれないけど、俺にはいい住宅ローンがある、子供がいる、給料下げるわけにいかない、そんな腰抜けばっかりの NHK 職員を見て、僕は病気にもなったけどもやらざるを得ないと思って内部告発を文春でしましたよ、はい、10年前に。でそこから何度も自殺を考えました。うまくいかないんだから、正義とか何だろう、正直に生きろとか子供の頃に教えられたことをやったらこの国では迫害されるんですよ。でどうしていいかわからない時期が何年もありましたよ。で民主党にも、政権取る民主党にも、自民党が悪いと思って民主党の応援しましたよ。裁判も死ぬほど思いましたよ。僕1000件以上の裁判しましたけどね。自分で勉強するしかないじゃないですか、弁護士を使えないんだから。でそういう中で裁判所は政治家に言え、政治家に言っても今度は NHK と戦う気がない、橋下徹さんですらできない、だから政治家にならざるを得なくてやってるわけですよ。